ナラダマイケル・ウォルデンはアメリカのドラム奏者、音楽プロデューサー。ドラマーとしては非常に卓越した技巧を持ち、細かくスピード感あふれるストロークは彼のプレイスタイルの象徴となっている。10代の頃から主にジャズフュージョン系のセッションドラマーとして活動を始め、1974年にマファビッシュヌ・オーケストラに参加。1976年にジェフ・ベックのアルバム ワイヤードに参加するなど、ビーンムンラマーとして、キャリアを積む。その後、ソロアルバムを発表するようになる。代表作は1979年のアルバム、スウィート・ダンス・ミュージック。1980年代からは、映画音楽や、ブラックコンテンポラリー系アーティストのプロデュースを、手掛けるようになる。1981年には、シスター・スレッジの、アメリカン・ガールズの作曲を手掛けた。 1985年にアレサ・フランクリンのシングルフリーウェイ・オブ・ラブをプロデュースしグラミー賞最優秀楽曲賞を受賞。1987年にホイットニー・ヒューストンのホイットニー・ツース的なサムバディで最優秀プロデューサー賞。1993年に映画ボディーガードのサウンドトラックで最優秀サウンドトラック賞を受賞するなど、 プロデューサーとして花々しい活躍を見せる。1995年には JT の主催により開催された JT スーパープロデューサーズで来日公演を行う。現在もブラックミュージック界の著名プロデューサーとして活躍中である。日本人との共演としては1982年にリリースした高中正義のアルバムサウダージにプロデューサーやドラマーとして 全面的に参加した。ホグアルバムはインストゥルメンタルアルバムとして日本初のオリコンチャート一位も達成している。同年のコンサートツアーにも自身のバンドを引き連れて来日熱い演奏を繰り広げた。また1988年には小木の目洋子のバージオブラブをプロデュース。1997年にはスマップのスマップレ011チチスにナイル・ロジャースプロデュースの冒頭2曲に ドラマーとして参加した。2020年からロックバンドジャーニーのドラマーとして正式に加入した。ありがとうございます。